Adieu, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Final Fantasy XVI. On s'attaque encore à une quête annexe. C'est parti. これで肥料の研究が。こんなとこにもか。やれやれ、困ったな。木材が足らなくなっちまった。おお、あんた、ちょうどよかった。ちょっくら修繕用の木材をもらってきてくれねえか。 分かった。おお、引き受けてくれるか。壁の修繕をしているところでな、手が離せなかったんだ。大工仕事か。空の文明の遺跡はもともと頑丈ではあるんだが、それでも長年放っておくと崩れちまう。だからこうして、こまめに修繕しとくんだよ。せっかく育てた苗木が潰されちまったら大変だしな。 それで、その木材というのはどこに行けばもらえるんだ。木材作業所にいるやつに声をかけてみてくれ。必要なもんを教えてくれるはずだ。すまないな、頼んだぞ。C'est parti. On va chercher le bois. ちょっといいか。修繕用の木材をもらってくるよう頼まれたんだが。ああ、ジョフロア親方だろ。木材ならまとめておいたぜ。そこに立てかけてあるから持って行ってくれ。そうしよう。手伝ってもらって助かるぜ。ありがとな。 大工のところへ持っていこう。しっかりと訓練できる場所は欲しい。これで肥料の研究がはかどるぞ。おお、早かったな。修繕用の木材をもらってきてくれたかい。これでいいのか。 ああ、問題ねえ。ありがとうよ。おかげで修繕がはかどるぜ。遺跡の中の生活なんて危険に思えるが。確かに問題はあるが、外に比べりゃ断然マシさ。雨風はしのげるし、隠れ家としては十分だ。そういや、あんた新入りなんだってな。何かと入り用だろう。これを持って行ってくれ。礼など。 いいってことよ。ここでの生活は持ちつ持たれつさ。メテオリト、 un morceau de roche rare. Wow, c'est pas mal ça. Ça peut être pas mal. Et voilà les amis, c'était la quête du bois. C'était expéditif. Merci. Pouce bleu, on s'abonne. Vidéo, la cloche. Et à la prochaine. Allez, peace!